動かずして勝つ、これが不動のデュエルの真髄。俺とデュエルしろ、やれんだろ。デュエル。お前はこの俺が倒してやる。俺のターン。モンスターをセット、カードを伏せるぜ。ターンエンド。この戦いは不動のデュエルを極めるための試金石。俺のターン。ドロー。現れよ、超獣武者ソード999。バトルだ、超獣武者ソード999で攻撃。モンスター効果発動。カードを伏せる。俺はこれでターンエンドだ。近づくと火傷するぜ。俺のターン。ドローだ。手札から永続魔法を使うぜ。よし、お前だ。ブラックフェザー総炎の修羅。バトルだ。ちょっと痛いぜ。モンスターで攻撃だ。モンスター効果発動。モンスター効果を使うぜ。見てビビんなよ、ブラックフェザー疾風のゲール。いけ、モンスターでダイレクトアタックだ。この男根源坂一歩も引かん。モンスターをシンクロ召喚。来い、ブラックフェザーアーマードウィング。モンスター効果を使うぜ。なめんなよ、ブラックフェザー総炎の修羅。ターンエンド。俺は動かん、俺のターン。ドロー。出陣せよ、超獣武者天秤院。超獣武者天秤院の効果発動。このモンスターを召喚、特殊召喚した場合、墓地から超獣武者一体を特殊召喚できる。現れよ、超獣武者ソード999。バトルだ、超獣武者天秤院で攻撃。まだ勝負は始まったばかり。モンスター効果発動。モンスターを伏せる。俺はこれでターンエンドだ。お前はこの俺が倒してやる。俺のターン。ドローだ。よし、お前だ。ブラックフェザー熱風のギブリ。行くぜ、バトル。くらえ、モンスターで攻撃。手札からモンスター効果を使うぜ。モンスター効果発動。モンスター効果を使うぜ。なめんなよ、ブラックフェザー疾風のゲール。その鉄拳であいつをぶっ飛ばせ、ブラックハリケーン。モンスター効果発動。モンスター効果を使うぜ。モンスターをシンクロ召喚。吹きさめ、ブラックフェザーアームズウィング。ターンエンド。この戦いは不動のデュエルを極めるための試金石。俺のターン。ドロー。カードをセット。出陣せよ、超獣武者天秤。超
獣武者天秤院の効果発動。このモンスターを召喚、特殊召喚した場合、墓地から鳥獣武者一体を特殊召喚できる。ならばモンスターを特殊召喚。これは鳥獣武者ソウルマカルガイスのモンスター効果発動。おっとそいつだ、速攻魔法を使うぜ。バトルだ。鳥獣武者天秤院で攻撃。モンスター効果発動。鳥獣武者ソード999で攻撃。この程度で屈しては笑われるわ。モンスター効果発動。装備魔法だ。俺はこれでターンエンドだ。近づくと火傷するぜ。俺のターン。ドローだ。手札から速攻魔法を使うぜ。モンスターをリリース。モンスターをアドバンス召喚するぜ。バトルだ。止めてみやがれ。モンスターで攻撃だ。手札からモンスター効果を使うぜ。うわあ、坂、己の不甲斐なさを痛感する。遅えよ。俺にはお前が止まって見えるぜ。